気になる車を詳細検証するオーナーズアイ。今回は2017年9月に一部改良モデルの販売が開始されたダイハツムーブキャンバスです。ムーブキャンバスは6代目ムーブの派生車種になります。ワーゲンバスを思わせるシルエットに可愛らしい顔立ち。ムーブシリーズで初のスライドドアを採用したモデルです。 グレードは G メイクアップ SA3 の肉モデル。トップグレードである G の内外装にメッキやカラーパーツを追加したスタイリッシュな1台です。658cc3 気筒 DOHC エンジンに CVT トランスミッションを組み合わせています。車両本体価格は154万4400円。ボディカラーはパールホワイト3と ファインミントメタリックのツートンカラー。それでは、ムーブキャンバスを見てみましょう。 柔らかい手触りのパブリックシート。メイクアップグレード専用、ミントカラーのトリムパーツが室内をおしゃれに演出しています。 足元を広く使えるインパネシフトを採用しています。ガラス面積が大きく、後方視界は良好です。電子カードキーにはエマージェンシーキーが内蔵されています。 視線移動の少ないセンターメーターを採用しています。それではシフトレバー周りから見てみましょう。ギアをバックに入れるとバックカメラなどからの映像がモニターに映し出されます。スポーティーな走行をするときの S レンジ。 強いエンジンブレーキが必要なときはボタンを押しながら B レンジパーキングブレーキは足踏み式ですツイータースピーカー ドアミラーの角度調整。ドアミラーの電動格納。中立位置がオートモードです。パワーウィンドウは運転席のみオート機能付きです。パワーウィンドウのロック。 スピーカーとボトルホルダー付きのドアポケットエアコンの風が当たる位置にカップホルダーがあります左側のパワースライドドア右側のパワースライドドア パワースライドドアのメインスイッチスマートアシストのオフステレオカメラを使用し先行車両や歩行者を認識します横滑り防止装置のオフオートマチックハイビームスイッチヘッドライトを点灯時にスイッチを押して レバーを前方に倒すと作動します。アイドリングストップのオフ。運転席サイドトレイに ETC の車載機が装着されています。ステアリングブーツの下にもトレイがあります。エンジンフードの解除レバー。 給油口の解除レバー給油口はボディの左側にあります。レギュラー仕様でタンク容量は30リッターです。ステアリングにあるスイッチを見てみましょう。オーディオの選曲ボリューム調整 ソース切り替えウインカーとライトスイッチ軽く押すとウインカーが3回点滅します内側にフォグランプ。 ワイパー、リアワイパーもあります。ステアリングブーツ左下のレバーを起こして、ステアリングを上下に調整できます。インパネに蓋付きの収納があります。 マルチインフォメーションディスプレイの表示切り替え、平均燃費や航続可能距離、トリップメーターなどの表示を選択できます。時計の時刻合わせ。 オプションのナビ。オーディオの選曲。画面上でも選択できます。ディスク取り出し。 ボリューム調整メニュー画面現在地画面上のカメラボタンを押すとパノラミックビューとバックビュー、サイドビューを表示できます。 ハザード空調のオート温度調節風量調節吹き出し口の切り替えフロントデフロスター リアデフロスター。内気循環と、外気導入。エアコン。空調のオフ。アクセサリーソケットと、HDMI 端子と、USB 端子。 そして左側にショッピングフック足元には小物を入れられるポケットアームレストには蓋付きの収納があります運転席に アシストグリップはありません。サンバイザーにはチケットホルダー、カードホルダーと鏡が付きます。 天井スペースは広々としています。床はフラットで前後スペースもたっぷりあります。 助手席のシートバッグにショッピングフックと本などを入れられるシートバッグポケットがあります窓を7割程度開けられます。 スピーカーとカップホルダー付きのポケット背もたれをリクライニングできます。 両側の後部座席の足元に引き出し式の大型トレイがあります。付属のバスケットを使えばシートに置くと転がりそう。でも床には直接置きたくない。そんな荷物を置くのに役立つと思います。前後スライドも可能です。 カバーを上げると大きめの収納があります牽引フックとパンク修理キットを搭載しています後部座席を 一番前にした状態で奥のカバーを上げると車載ジャッキが見えます。 アイソフィックスのチャイルドシートを装着可能です。 助手席にもエアコンの風が当たる位置にカップホルダーがあります。小物を置けるトレイ。グローブボックスは小さめ。助手席のサンバイザーにはカードホルダーと鏡があります。 スピーカーとボトルホルダー付きのドアポケット。靴などを入れられる引き出し式の大型トレイ。今回、ムーブキャンバスを見てきましたが、可愛くも真面目な軽トールワゴンだとわかりました。デザインにこだわっても、決して実用性を犠牲にしない。 そんなところにこの車の魅力があると思います。長時間お付き合いいただきありがとうございました。今回はここまで。次回のオーナーズアイでお会いしましょう。